どうも皆様さこんにちは。パチンコをやめて66日目のおじチャンネルです。本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録者100名を目指しております。よろしければチャンネル登録、高評価、低評価、辛辣なご意見、コメント、質問、何でもお待ちしております。ということで今日のお話なんですけれども、私最近スマホ依存に悩んでおりました。スマートフォンで YouTube を眺めたり、インターネットを眺めたりして、まあギャンブルで大当たりを引くのを求めているように、インターネットでも 当たりの情報 YouTube でも当たりの動画っていうのを探し求めているようなそんな感覚にとらわれるぐらいスマートフォンを眺めてしまっていました特に何か調べたいことがあるわけでもないのにスマホをずーっと眺めて本当はしたいことができる時間をどんどんすり減らしていくそういう日常を最近過ごしておりましたやめたい変えたいっていうこともそうですし最近次の日にも目の疲れがずーっとたまってました 目の奥に何かしこりがあるような感じこれがずっと取れなくてですね悩んでおりましたなので昨日私はスマートフォンを寝る前約30分前からほとんど触らないということを実践しましたそしてさらに必要以上にスマートフォンを触らない得たい情報がないのにスマートフォンを触らないということを実践いたしましたら今日ですねこの目を見てください目を目を見てください分かるか変化が分かるかっていう感じなんですけど私の中で 実感として全然違いますたった1日です昨日1日実践しただけで目の感覚がまず違いますなんかね目の奥のしこりがゼロになったわけではないんですけど本当に目のしこりが昨日までだと朝80だったものが今日には30もしくは20になってるっていう感覚です本当全然違うなって目の疲れが疲れてないです本当目が疲れてない これは本当にやってよかったっててかかたた朝ら思いましたそしてやっぱり1日の充実度も違ううなっていうふうに感じますそのスマートフォンを触っていない時間は昨日の場合はゲームを遊んでいたんですけどゲームに集中してなんかその充実した時間を過ごせたんですよね1時間なら1時間しっかりゲームを遊んだっていう楽しさ集中できたっていう感覚があって充実感がとてもありました いいやーこれは本当嬉しいですよねその充実感が今日につながって仕事も頑張ろうっていう気持ちにもなるしなんかね充実した気分になりますねなんかもう語彙力がなさすぎてやばいんですけどとりあえず実感したこととしては目の疲れが全然違うっていうことと、まあ、時間の無駄に使っていないという感覚のおかげでなんか充実感を感じるっていうことですね。この2つ大きいい大きいいいや まあ、たった一日の実践なのでまた続けていかないとどのような変化になっていくのかわからないのでこれはいやほんと続けていく続けていきたいじゃなくてもう続けていきますもし皆様もスマホ依存とか、まあ、目の疲れとか悩んでいる方がいたら本当寝る前のスマートフォンを触ることを減らしていくとか何かやっていることに集中する何かやっている最中にもスマートフォンをいじるっていうことをしてしまうと何かやっていることに対する集中力も 削がれてしまううと思うので一度スマートフォンを手放す別にいいんですよ触らなくても支障ないんで支障があったらもう少し考えた方がいいと思うんですけどスマートフォンを触らなくても大丈夫ですから SNS 見なくても大丈夫ネガティブな情報があふれてる見ちゃうんです人間はなのでスマートフォンを一回手放してみましょう30分とかだけでもいいので寝る前はということで今日はスマホ依存から脱却したい私が スマートフォン寝る前30分からほとんど触らない状態にして、まあ、やりたいことをやってる時もスマートフォンを合間に触らないということをやってみたら実感として目の疲れが次の日減ったということと充実した時間を過ごせたことで充実感を感じているなんかダジャレみたいになってますけどそのままなんですけどほんと感じたなというお話をいたしましたということで今日もご視聴ありがとうございましたおじいチャンネルでしたじゃあねお疲れ様でした